はい、ナズです。今回紹介するのはこちら、トミカリミテッドのレクサス GS430 です。タカラトミー版のトミカリミテッドということで2007年の発売になってます。でモデルとしてはこんな感じですね。黒のソリッドです。まあちょっと綺麗っぽい感じしますよね。後でしっかり見ていきましょう。でトミカリミテッドディスプレイ用モデルということで対象年齢14歳以上になってます。では開けていきましょう。で中のブリスターも開けていきましょう。あんまり塗装の状態が良くなさそうですけど、はい、では詳しく見ていきましょう。フロント部分、グリルのところ縦にラインが入ってますね。ここなんですけど、どうやらマット加工になってるみたいです。別パーツというわけではありません。で、レクサスのエンブレムも確認できます。ライト周りなんですけど、ウィンカーとは塗装になってますね。フロントライトはクリアパーツがしっかり入ってます。下のエアインテークのところは完全に潰れちゃってますね。でボディですけど黒のソリッドになってますね。で塗装自体はあんまり状態が良くないかなという感じですよね。もしかしたらまあハズレを引いたのかもしれません。続いてサイドですね。横から見ると分かりますけど、ボンネットがちょっと短いような気がするんですけど、気のせいですかね。なんかちょっとこうぷくっとなってるような気がしますね。でホイールですけど専用のものがついてます。あと車高がなんかやっぱりだいぶ高い感じがしますね。これも気のせいですかね。で窓周りモールはしっかり入ってますね。さらにサイドミラーがちゃんとついてます。これ別パーツとかではなくて、ダイキャスト製になってます。これいいですよね。やっぱりミラーがあるのとないのとではだいぶ違うと思います。でこのミラーなんですけど、こっち側見ると分かりますけど、ちゃんとシルバーになってるんですよね。まあ、残念ながら反射素材とかではありませんけど、まあ、これでも本当に、十分じゃないかなと思います。でこのドアを開けることができます。ドアの内側の造形も結構細かくできてますよね。もちろん反対側のミラーにもちゃんとシルバーが入ってます。でこちら側もドアを開けることが可能です。それからインテリアですけど、ちょっと濃いめのベージュという感じでしょうか。凹凸も含めてしっかり再現されてると思います。もちろん後ろの座席もちゃんとありますね。そしてリア周り、テールランプは赤のクリアパーツになってます。シルバーのプリントがちょんちょんと入ってますね。でその下のこのバンパー周りの造形、なかなか綺麗にできてるんじゃないかなと思います。あと、レクサスのエンブレムとか、GS430 のロゴとか入ってますね。ナンバープレートにも GS430 と入ってます。フロントにはナンバープレートついてませんでしたね。はい、シャーシはこんな感じで2007年になってますね。レクサス GS430 の、専用のものが作られたみたいです。この辺シルバーで入ってますね。もちろんマフラーもシルバーになってます。あとタイヤですけど、やっぱりゴム製になってて、しっかり溝が切ってありますね。まあ、こういうのはやっぱり嬉しいですよね。それからギミックとしてサスペンションがついてます。しっとりとした感じの、ちょうどいい感じのサスペンションだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。トミカ版があるかなと思ったんですけど、ちょっと探すことができませんでした。もしかしたらトミカリミテッドだけかもしれないですね。そうなると結構珍しいモデルじゃないかなと思います。全体的に細かく丁寧に作ってあるような気がしました。以上、トミカリミテッドの88番レクサス GS430 を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。